ことは今のとは。なくない。もうちょっと。ユーロってこれがもう基本的な感じなんですか。もう型組んでコンクリート組んでみたいなのってあんまないんですか。まああるっすよ、あるっすよ。現場にいる。ここも元々の設計はそうやったの。ただそれじゃあもうやっぱり手間がかかりすぎるっていうのでから、はい、なんか工事のその成立線でか、ね、そうですよね。そういう基礎経緯がある。人材がおらんけん、もうそういうな大変なことをするよりもちっとで人間を早い方がね、うん、手間取らんで早く下ろすじゃん。そうそう、壁打って、型具立てて、生コン打って、今度定番打って、うん、まあ掘るのも結局あれやけんな、こんぐらいの掘り方で足らんけん。擁壁を組むにも結局、そうですね、後ろの枠を組む分で、あ、確かにもっと掘らなきゃいけない。余分に掘らんで。そっかそっか。そういう擁壁が出来上がったらまたその後ろを埋め戻すっていう手間がいる。工程も増えますね。そうそうそう、実数的には早いですよ、ね、だけどもう工程短縮っていうかね、うん、それとちょっとボコボコしてるけどこう少しあの流速も落ち着くでしょうし、ね、あシャーッとここはこれじゃないんだよ。いいことずつねというか上げた方がいいんか、これ引っかかっとったら、うん、重いよ、多分危ないですよ、いかしないですよ。うわ、すげえ。あっ、すごいね、すごい。
手前側でいいか。上げるだけ。あれそれ短くて。どんぐらいありそうですか？あとちょっと。長岡の部分は生地に通るんですよ。ここだけ。